これも痛いんですか？まあまあですね。足ほど老廃物は溜まってないんですけど、でも自分ですごいことをします。手のひらの方が感覚が鋭いもんですから、そういった意味では新鮮ですね。人によってはより新鮮な反応になります。ただやってないと分からないですね、で手のひらを伸ばしてください。でやることはですね、足と一緒です。ここで、そうですそうです、あの老廃物、ね、血液中の汚れのですね、8割強は足にたまるんですね。重力の最低限で、その後の残りの2割弱が上半身の末端である手のひらにもたまるんですよ。で、まあ優先順位としては当然8割強からですけど、時間があれば2割弱の掃除もするといった感じです。こうコリコリと、あ、ね、足と同じようにですね、なんかゴリゴリするものがありますからね。でこれを削ぎ落として、あとは腎臓に、ね、流していくと。気持ちいい。で、ここでこれ。で、これ。で、あとはもう自然な欲求に従ってくださいね。よく感情を吐き出して、体を動かす。でも気持ちいいかも。ああ。まさかね、気持ちいいですよね。そうですね。さすがです。さすがですよ。痛い、ね、けど、今様にとってね、痛かってもね、ご褒美なんですよ。じゃもうちょっと太いのならご褒美ですけど、細いのは痛い。はい、これこれ、これこれ、あ、喜んでもいただけて何よりです。痛い。でも気持ちいい。そうですね。これが最低の水準ですね、これね、ヨン様にとってね。一般的にじゃなくて。そうそう、ヨン様にとって。ヨン様しようっすよ。この水準を下回ると、また次来るのが4年、4年後ですよ。あ、いってしまいますね。また4年後もヨン様って言ってないといけないです。自由に動かしてください。自然な欲求に従う。手の方が足より逃げてきますね。逃げ追いかけてきゃいいんです。完全にね、足と容量が一緒。自由です。手初めてだ。自由。ああ、痛い痛い痛い。三本ライン使ってるけど。細いですよね。指はそんな感じでいいんですよ。絶対細いですよね。別にヨン様に対してはね、鉛筆でも大丈夫なんですよ。大丈夫です。押されたことないところを押される。これで結局指が大事なんですね。結局一番末端ですからね。ゴミが溜まる。石灰化したゴミが溜まります。で念入りにやります。痛い。細くなってますね。まだ3本線です。ねえ、めきめきめき。はい、はい。はい、はい。
うん、まあなんとかなると思う。あ、というかね、今日ね、あの1日で2本撮ってるんですけど、はい、1本目のお客さんも全く同じこと言ってました。ですよね、うん、そう思う。同じ流れで施術してるんですけど、全く同じこと言ってますね。そう思う。心配になる。うん、でででででで。ちゃんと運転して帰ったんです。生き生きとして帰ってかれましたよ。うん、多分大丈夫です。うん、足も使いますか。そう、足この間なんか踏んでる感覚がおかしかったですもん、うん、帰り、うん、あ、ちょっと慣れてきたかも、うん、めった痛い持ってくる。うん、まあいいもんですね。うん、ね。ノン様ぐらいな。普通に三本線、ね、平ももんで。うん、でどうする？技になりますこれ。どうでしょうね。まあどうなんだろう。なんか足よりはなるイメージが湧かないですね。いてててててなったって人いないんですか。あんま手やらないんですよ。そうなんだ。そう、90分ぐらいのコースだと足をしっかりやって、あと体をこうボディケアして、その流れで終わりなんですから、優先順位低いんですよ。ただそのボディケアするよりは、この足も見てですね、いい反応を見せる方は、絵的には面白くなるんですから、ハンドケアの方、そう、撮影だと優先順位が変わるんですよ。そう純粋に体のことを思うと優先順位は低いんですけど、撮影だとね、優先順位が高くなるんですよ。うん、ボディケアよりこっちの絵を撮った方がいいなという感じになります。まあ実際に、時間があるとやります、ロングコースだと。より105分とか120分とか。あるいはお客さん自身からリクエストがあると90分ぐらいでも入れますかね。ハンドマッサージってなんか優しいの。うんうん。やったことあるけど。そう、この店は何だってハードですよ。棒でゴリゴリやられたの初めて。で、まあ老廃物自体がたまるのはイメージできると思います。末端ですからね。足にたまってね、手のひらにたまらないってことはないです。で特に末端を大事にします。はい。だからは痛い足もみだけじゃなくて、痛いハンドケアも。うん。なかなかないですよね、痛いハンドケア。ないですね、言うよないですよ。足とかは聞いたことないけど、痛いハンドケア。で、ヨン様ぐらいになりますと、もうカニカニハサミちゃんですね、右ハサミですよ、メキメキってです。モザイクかけて。あぎゃーってなってるのね。うん、完全。そうですね、中世の拷問の絵になるもんですからね、いろいろとモザイクね、あの、粗めでかける必要がありますね。うん。で、シャリシャリいってますね。シャリシャリいってます。うん、シャリシャリと。痛い。で、末端までですね。丁寧にそぎ落とすと。ああね、喜んでいただけて何よりです。痛いです。痛い。ああ。手が真っ赤になってますよ。ですよね。痛い。
大変な虐待を受けたみたいな感じになってますよ、これ。大丈夫？わかんない。あ、わかんないですか。わかんないらいいっすよ。最初ほど逃げなくなりました、ね、そうですね、ちょっと慣れてきたかも、うん、そうですね、うん、いや、痛いです、うん、適応力が早すぎる、うん、麻痺してきたのかも、うん、もうすでに痛みが、うん、そうですね、嫌だになる、うん、今日のニックネームはヨン様ですけど、はい、次回お見えになったらクイーンになってます足と同じようですから、溝がリンパリンパと世間で言われるところが渋滞が起こりますから、詰まりを取って、お喜びで何を。めっちゃ痛い。これはご褒美にはならなかったです。いやいや、もう痛みがご褒美。何よりリラクゼーションなんか本物のご褒美じゃねえって話です。ああ痛い、これは痛い。え、これ今白いのですか？いやいや、手です。あ、手なんだ。うん。お店のお客さんの特徴としてですね、飴じゃないと虫をよこせっていう話ですから。私この前手を受けた時は足以上にゴロゴロ転がってました。で、無意識でそうやって動きが出るんだったらそれはいいんですよ。行動エネルギーとして発散すると。ね、溜め込むなということですね。え、もっと細いのにありました？まあ、いやいや、同じぐらいですね。結構手のひらは感覚が過敏だったんですよ。彼はね、だいぶ鈍い方なんですけど、うん、手は過敏でした。足は大丈夫です、ね、うん、動きが良かったですね。ハンドケアも取ってみようと。うん。あ、そうなんです、そうなんです。自分でセットしてから。そうそうそう。もう朝だらけになってます、ね。やばい、うん。どうしよう、これから。なんか、なんかね、あの、UV カットのやつをね、さりげなくつけた。そうそう。おしゃれみたいな感じでね。でも軽くなる。うん、もしくはご飯食べてくださいね。いいか。で、不思議とね、足はあの右足の方が感覚が過敏なもんですから、うん、鈍い左からやるんですけど、はい、手は逆なんですよ、基本的に。左のが。そう、右の方が鈍いもんですから、左に比べて。で、右から先にやる。鈍いわけじゃないんですけど、うん、感覚は利き手の方が鋭いんですけど、うん、老廃物の溜まり具合ですね。が結局よく使ってる方のがたまらないんですよ。そうそうそう。で、感覚は左の方が鈍いんですけど、老廃物自体はたまるもんですから、うん、結構左右差がありますね、筋肉の使う方に、うん、手の方は足以上に。それで筋肉量が少ないと血液が巡らないもんですから、うん、老廃物はたまりやすくって、でゴリゴリと、はあ、いてててててて、感覚は鈍くてもその老廃物の痛みが上回るんですよ、うん、で、今日1本目のお客さんに、じゃあ利き手が左利きの人はどうなんですかって聞かれたんですけど、すごい私も興味深かったんですけど、そんなにハンドケア自体がやってないもんですから、データがしっかりとしたのが取れてないんですね。うん、私自身左利きなんですけどね。ああ、そうなんですか。自分だけでデータ取ってもしょうがないもんですからね。何十年と左利きの人を取って、そうかなと言えますね。
王様は右利きですか。はい、右です。うん、痛い。左の方が痛いはずです。痛いです、でも痛いけど、うん、気持ち、痛たたた、まあまあ別に痛みイコール気持ちいいですからね。うん、慣れ始めて痛たたた、ゴリゴリがやばい、ね、あ、痛い痛い痛い、ヨン様は本当に喜ばせない。しっかり痛めつけないと、また次が4年後になるし。ああ、しっかりゴリゴリ音聞こえてます。すごい、うん、うん、痛い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 、うん、あとも箸も持てない、うん、まあ持てなくてもいいんですよ。ヨンさんはね、きっとそういうプレイでから喜ばれると思います。痛くて箸が持てないご飯食べたいのに、こうなります。あー、いい、おお、いない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 。痛い。いや。ああ。ああ。いたたた。今、うん、お腹もないし、痛いし、はあ、めっちゃ手も気持ちいいな。うん。指から聞こえてる音と思えない。うん。末端行くほど過敏になるもんですから、あ、まあまあ、鳴らしてからといった感じですね。いやいや、痛い、ちょっとでも痛いです、うん、
げる力もなくなる。ああ、それでいいんですよ。圧力です。この店はリラクゼーションサロンです。力もなくなる、うん。リラックスが目的ですからね。リラックスしてる。あ、そうそうそう。力がなくなる。力が入らなくなってくる。うん、いいな。だって力が入ってたらね、しなやかに動けないですからね。ストレス感じたときにですね、しなやかに動くと、うん、脱力、うん、で脱力して何事にも臨みたいということです。はい、それが一番ストレスに対して強く向き合いますね。固まるより。脱力した。そうなんですよ。で、だんだん上手になっていくんです。最初こわばってましたけどね、だんだん上手になってました。あれが狙いです。で、肉体的物理的なストレスに対してできるようになれば、あの社会的メンタル的なストレスに対しても応用が効くということです。ボスッと。応用が効くと。いやいや、はあ、うん、あー、痛い痛い。いや、本当にね、さっき全然痛がらなかったですけど、はい、結構強力なあざになりました。さっきあのドスってやってですね、全然気持ちいいって言ってた反応がクロクロしてるんですよ、これ。やばいやばい。穴開いてます。これで私気持ちいいって言ってた。気持ちいいって言ってたんですよ。もうそれはもうあざだらけになるじゃないですか。だって今もう見てクロクロしてるわけですから。ね、すごい、うん。そんなに刺されたように思わなかった。うん、刺さってましたからね。で、反応が気持ちいいんですよ。おかしいじゃないですか、どう考えても。なんか感覚が普通、だいぶ正常とからずれてるのは間違いないです。うん、この店でクイーンと言われるっていうのはそういうことですね。うん。そうですね。見出した気がします。うん。
だ。ね、前回以上にアザになる可能性があります。ちょっと塩塗り込んどいてください。海水チックになるようにね、はい、お風呂でちょっと蒸らした後に、はい、そしたらだいぶ浸かったるような感じになると思います。10分15分そのまま置いておいたら拭き取ると、はい、うん、多分引きは早くなるはずです、はい、うん、で、末端からね、指先までね、丁寧に老廃物を入れて、体の中央へ、ね、流していくと。うん、あ、よかったですね。はい、もう人撫ですることにあざはできてるんですけどね。全然痛くないのに。あざできない体質だったらいい。なんかね、定期的に揉み込むといいですよ。とにかく若い時はそんなに記憶ないと思うんですよ。そので、できたって日が早かったんですから、うん、もう気の流れ、血の流れ、水の流れを良くして自然治療を高めておけば回復力も早いです。ね、月に1回ぐらい受けに来るといいということですね。なかなかご自身ではね、そうやる気が、エネルギーが発散されない体質ですから、やってもらうしかないです。うん。うん。やばい、めっちゃ気持ちいい。うん。これ朝になるのかな？なると思いますね。でも朝の上から揉めばいいんですよ。確定しました。今日確信を持ちました。本当に痛いですよ。うん、感覚のあるないのかな、うん、うん、なんか感覚が水道とは違うのは間違いないですよ。実際に期待って弱い気持ち、うん、じゃあ手を拭きますね。はい、かかるの常になんでしょ。うん、お腹もなって、また美味しくご飯食べてね、よく眠ってください。うん、ね、橋も出てよかったですね。橋とハンドルがね、持ってそうです。今までに味わったことのない手の感覚、うん、でさっぱりするじゃないですか、うん、これいいんですよ。私も風呂場で時間があるとやってます。自分で、うん、基本的にまず自分でやってね、よしと思わないことには人には提供できないです。うん、そういうもんです。自分の手のひらやりながらですね、より良い技術も磨いていくということです。一石二鳥なんですよ。やばい、めっちゃ軽いのか。うん。手が。いいもんですよね。あ、でも消えましたよ、さっきドスンってやつ。そうですか、うん、消えるの早かったですね。また明日になったらやりたいです。若干あるけど、さっきのへこみはとりあえず。はい、じゃあ本日は以上です、ね。はーい。よしよしよし。
では忘れ物なかったら以上になります。いいですかね。はい、はい、すいません、なんかこちらこそ悪くて、はい、またヨンさん、まあ一月おきぐらいにね来店されるのを勧めます。あ、はい、モード的にはね、気分よくできないタイプなんですから、うん、人にやってもらうのがいいかと思います。はい、うん、大切になってると思います。はい、はい、またよかったら、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。大丈夫ですか、段差とか。ちょっと気をつけてくださいね。ふわふわ循環循環が良くなってるのは間違いないですよね。はい、はい、15分20分で落ち着きますんで、はい、はい、気をつけてお帰りください。はい、ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。はい、すみません。では気をつけてお帰りください。はい。